その自分は産休は1ヶ月です。産前は全然なし。1ヶ月経って教壇に立った時、ふらーっと脳一血みたいになって、ああまだ回復してんのやなとはっきり思ったのを忘れません。教壇にそっと立った時にふらーっとめまいがしたことを、俺は一回だけね、味わいましたね。大変自分の体が衰弱してまだ回復していないということ。お父はいつも近いですから、お母さんが連れて小遣い室で母乳を飲ますけど、私の体が弱いですからね、練りこちで、ほんなら昔は牛乳とかね、いいミルクがあったわけでないんです。ほんな自分はで、ほんの練りこち言うてね、米をこのひいて、石臼で米の粉をひいて、それをこう練った練りこちのこしらえてね、そして二人の孫にね、両親が食べさせてくれたのを覚えてるんです。私の母乳が少ないから言うて、そういう育ち方をしてます。18年の終わりから19年ぐらいになると、非常に戦争が激しくなって、子どもたちは防空頭巾かぶって学校登校下校を始め出しましたし、そこの前の運動場の3分の1が食料が不足してきてましたから、3分の1ぐらいがさつまいも畑になりましたね。子どもと一緒にその下越を小屋を担いで一緒に下越をそのさつまいもにやったことや、それからその学校からずっと向こうへ、向こうの方の山室というあざへ行く道の両側にの道のあぜ道に豆を植えたり、秋になると落ち棒を拾い歩いたりと、食料に非常にまあ全てが不足してきてましたからね、学校もそういうように一生懸命、子どもたちもまあ勉強もなんですけれど、そういうことをもう非常時という言葉がね、こびりついて、そういうことを一生懸命に、頑張っていた、一時は頑張っていたように思います。はい、そういう記憶、だから土山の避難訓練もしょっちゅうありました。防空壕の代わりですから。もう今でも覚えてますけれど、張り詰めていたこう気持ちがね、ガタンと緩んだというのか、ただぼんやりと聞いておりましたね。何にもそこにはそうかとか悲しいとか、よかったとか、こんなことでよいのかとか、そういう思いはなかったですね。ぼやんとしてそうかいなっていうのは、こう気が抜けてもたっていう感じでしたね。直接日本は負けたのよっていうようなことはよう言わなかったですね。けれどいろいろ進駐軍、マッカーサーの時代で進駐軍が来たとなって、この家々をいろいろと、まあ何て言うんですかね、あれで子供はそういうことで、うすうす進駐軍やとかそういうことで、どう感じ取っていたのかね。授業はまあしましたけども、一番衝撃なことは国語や歴史の本でね、軍事的なことを全部黒線で塗ってしまった。その時はもう、負けたんやなと、本当にもう泣きたくなるというんですかね。今まで大事にした大切な教科書を汚す、なんということや。
そして今までお国のためにお国のためにという教育を一生懸命にやってきたの。そういう教育はどこへ行ったんやという、その教育理念っていうんですかね、そういうものに大変な苦しみを持ちましたね。これは生徒にはなかなか言えませんけれども、今までの教育は何だったんだという、そういう疑問がもうずっと引いてました。まあそれと同時に、あの子供がかわいそう、金閣玉城の教科書をけなすというような、こんな心を育てたくないという、どうしたらいいやろうという、私はそれが気になったんですね。子供の心が荒れていくのは、だからなんとか豊かにしたい、荒れた心を作りたくないというもので、物語っていうんですかね、海に立つ虹とか教畜塔の花咲けばとか、あるいは無常やとか紅箱部屋とか宮本武蔵なんか、もう放課後になると時間の経つのを忘れて私は呼びましたし、子どもたちは目を輝かして聞き入ってましたね。今でも出会うと、一番先生あの本を読んでもろたのが忘れられませんって、今でも70の声を聞いたおばあさんになってますけれど、忘れられません。あれが一番良かった、あれが一番嬉しかったって、よっぽど印象に残ってあるんだと思いますね。話しますよ、出会うと良かったって言って、だからそういうようにして戦後を少しの間を過ごしたっていう思いが強いです。